まいりました。懸垂タイムですね。約1年ぶりですかね。去年の9月ね、こちら入会いたしまして、去年の9月ぐらい入会して、2回やって終わりでした。で、今回新しいもの入会しました。あのね、去年のうるおばいなんですけど、懸垂した時にめちゃめちゃ手が痛かったんですよ。皮がね。で、今回ババン、無敵です。無敵ですよね。これ何かっていうと、じゃあ佐川さんですね。これちょっと、これ佐川さんじゃないですか。これね、めちゃくちゃいいですよ。多分あの、主張してたんですけど、佐川さんです。これでもうバッチリですよね。これでもう佐川です。これ筋肉ね、中山筋肉。筋肉なんか、中山筋肉なんか100万人いってましたね、チャンネル登録。いつの間にかね、やっぱ筋肉需要、ね、コロナでね、あれですから。はい、こちらでいきましょう。これでちょっと何回でいくかな。あー、ちょっともう、無理っすね。これはいい、んだけど、じゃあこっちでいいっすか。こっちきついな。まあいいや、こっちで前やってたな。よし。あー、ちょっと1、あー、やばい、2、すいません、ちぎれそう。ちょっとやばいっすね、ちぎれそう。今こっちがね、ちぎれそうだった。いや、まだいけますよ、まだいけたけど、ちょっとね、ちぎれるのは言い訳ですけどね。ちょっとこっちでいいっすか。普通なんで、いこう、こっちで。なんかね、こうやるとちぎれそうだな、ここ。よし、じゃあ、もうこれ、もう一発撮りですから。さっき、今の準備運動ね。こっち行こう。よし。集中。あ、でもこれめっちゃいいっすね。無敵ですね。無敵。よし。集中。筋肉集中。筋肉全集中。いきまーす。1、2、3、4、5はいきたい。5ですね。5です。もう無敵ですね。5回ですね。いやね、あれね、伸ばしてからこれ結構きついっすよ。ね、僕は今30は、今年39歳ですよ。ノートレーニング、今年39歳。一発撮り。いります、この筋肉。この筋肉いるかな。じゃあちょっとね、なんだ、僕に必要なのは髪の毛なんです。あの、腕をこの状態で、やってみます。伸ばしきってるのマジきついな。よし、3回、計8回ですか。10回ぐらいやったでしょ、一番最初も。これはいい、これ YouTube の下に入れときますんで。無敵、無敵ですよ、無敵。これいい、これはいい。もう全然痛くないですね。あの、なんだ、
皮が痛くないですね。これマジいいっすね。佐川です、佐川です。これ佐川っぽいっすね、マジで。もう佐川じゃないですか、完全。なんでこれ無敵にしたんだろうな。無敵、ローマ字でも無敵ですよ。あの鈴木産業、鈴木産業なかなかファンキー、鈴木産業株式会社なかなかファンキーだな。豚革は牛革に比べて軽量で通気性があり、ハードワークからレジャーまで幅広く使える手袋です。良質な豚革を使用した手袋で摩擦性に優れており、使うほど手に馴染んで快適に作業ができます。これね、いいっすよ。もしフィット感がやばい、フィット感がすごいんですよ、これ。ああ疲れましたね。疲れた。じゃあ腹筋いきます。腹筋今何分だこれ。6分か。6分で6分腹筋もう全然、あの全然自分に勝ってないですね。全然自分に勝ててない。だからいらんからね、これ、この筋肉はいらん。よし。よし。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。今筋肉壊れましたね、多分。今は自分に勝った、腹筋に勝ったね。あのですね、完全に壊れました。今分かった、ちぎれた感じするもん。どうすか、ちぎれてますよ。これノートレーニングですからね、僕ね。僕ノートレーニング、痩せてるんで。ちょっと出てきたんじゃない今、ちょっと拡張してるかもしれないですね。いや、腹筋1年ぶりっすか。いや、でもこれおすすめですね。めちゃくちゃいい、これ無敵になれそうです、マジで。これほんとおすすめ、これいい、めちゃくちゃいい。いやちょっときついっすね、マジで。ちょっと怖いな、ちょっと怖いっすねこれね。これ怖いな、これちょっと置いとこ、違うとこ、やばい。もうなんか筋肉が膨張し始めてきましたね、壊れて。腹筋は、いやこっちももうダメっすね、もうバチバチだ。はい、髪の毛が欲しいっすね、髪の毛が。いやもう明日筋肉痛っすね、てか明後日筋肉痛かもしれないですね。年取ると、あの次の日に来ますからね。そう、でもこれ僕はノートレーニングさ、ノートレーニングでどうっすか。今ちょっと筋肉拡張してると思いますけど、まあ、痩せてるんで筋肉がちょっと見えるっていう。だからね、ちょっとマッチョっぽく見せたかったら痩せればいいんですよ。だって脂肪がないから筋肉が出るじゃないですかね、普通に。もう脂肪とほぼない、多分体脂肪率なんぼですかね、多分脂肪ほぼとことないんだよ僕。なんか年取ったら太りますよ、吉谷さん今のうちですよってすげえ言われ続けてきましたけど、マジで太る気じゃねえか。
なんかお腹出てく中年になるとお腹出てくる神話があるじゃないですか。まあ神話じゃなくて実話かもしれないですけど、僕ね自信しかないですね。絶対腹出ねえ自信しかないですね。絶対腹出ないですね、うん、自信があります。結構ね僕ね、まあ飯あんま食ってないですけど、でも寝る前に食べたり、寝る前に普通に食べるんで僕。てか寝る前に食べてんじゃないかなみたいな。とりあえず筋肉が悲鳴を上げております。こちらですね。これね一回ちょっと見てほしいんですけどね、これ一回見てほしいんですけど、洗濯物も干せますっていうベネフィットがあったんですよね。これ多分ね こいつだけですね、洗濯物干せますみたいな。いやでもマジでね活用してますよ。こうちょうどねこれいい感じなんですよ。洗濯物干せますというベネフィットがあってね、ええやんと。まあ3回目ですけど、去年の9月に買って3回目ですけどね、これ利用したの。もう常に今はもう洗濯竿になってます。常にもうありがたいですねこれ本当に。洗濯な鹿児島ねあれなんですよ、火山灰降ったりとかするんで、まあ外干したい部分あるんですけど、やっぱ中干しが結構多くなるわけですよ。これめちゃくちゃ活用させていただいてます、洗濯物差しに。洗濯干せるしなおかつたまにできるみたいなね、たまにできます。はい、では終わります。おはようございます。